イランファールス州にある岩塩ドーム北ドイツの岩塩ドームの断面図ザグロス山脈の岩塩ドームの航空写真、左側に白色の丘の地域が見える表土が移動したことによりその間から岩塩ドームが現れその橋が見える。表土が移動し隆起し岩塩ドームが現れその断面が見える。岩塩ドームは岩塩が貫入して形成される延長球場の地質構造。 岩塩球とも言う、大規模な岩塩を形成する塩のほとんどは海洋を起源としている。かつて海洋だった場所が閉塞し、さらに河川の流入型垂れ幸運がなく、乾燥化すると、水の蒸発により塩が濃縮されて塩湖や塩類平原となり、やがて土壌が塩に富む岩状となる。稀ではあるが、一回の蒸発で大量の塩を作り出すこともあり。 元岩がほぼ100%の岩塩となることもある。地中海では約5億6000から5億3000万年前に地中海の閉塞とそれによる岩塩や石膏の地形が生じたことがわかっている。二次的にこのような地形に洪水など一時的な氾濫の時期と窪地に溜まった水の蒸発が生じることで形成されることがある。またこの過程を地質学的に長期にわたって繰り返した。 地質構造もあり、このような例として、トルクメニスタンのギャルバガスコールの盆地が知られている。クラトンやプレートの大規模な地殻の移動や、長期にわたる堆積によって、岩塩が地層内に取り込まれて、岩塩層となることがある。一般の岩石は、地下深くで圧力による属性作用や熱による変性を受け、成分変化を起こしたり、相転移を起こして、密度や結晶構造が変化したりするが、 潮の結晶構造は非常に安定しており、編成をほとんど受けない。その結果、地下深くへ運ばれた岩塩層は周囲に比べて密度が相対的に低くなる。このため、岩塩層は地層中で浮力を生じ、上部の地層に対して延直方向へ岩塩層が貫入して、球状、ドーム状の地質構造を生じる。浮力による上昇で形成された。 貫入地質構造をダイアピルというが、これが岩塩により生じた構造が岩塩ドームと呼ばれる。地形としては、ドーム状に大きく膨らんだ地形のほか、円柱状のダイアピル、シートなど多様な構造が知られている。幅が1から1 0トル深さが6 5キロメートルにもなった地形も見つかっている。地表に現れた岩塩ドームは、潮が帯状に流れて、 塩氷河と呼ばれることがある。ルイジアナ州のエイブリー島は島になった岩塩ドームである。現在海面レベルにあり、海でなく湿地帯に囲まれているという点があるものの、分類上は島となっている。アメリカ合衆国、ユタ州のモアブ近くのオリオンクリークやフィッシャータワーは、白亜紀の岩塩が非常に大きな数百メートルの岩を押し上げて、峰の形で現れている。 岩塩の本体が塩の塊が上昇したことにより、強度に塩の塊を露出させるために、裂け目ができ侵食された終局を形成している。結晶した岩塩の強固な構造により、岩塩層には通常は浸透性がない。この不等層によって遮られた下層に、さらに比重の軽い石油や天然ガスが滞留し、油田やガス田を形成することがある。石油の元となる、 有機物は大量の古生物の意外を起源とする生物由来説が主流であるが現在知られる大規模な油田は地質年代レベルでかつて浅い海洋であった場所が多くそのような起源を持つ現在のメキシコ湾岸ロシアやカザフスタンの平原地帯アラビアプレートなどで終極構造の岩塩ドームの下にガス田や油田が見つかっている岩塩を 食塩や工業塩として採掘し、その空洞は浸透や漏洩がないという性質から、地震の少ない欧州などでは、石油やガス、危険な廃棄物の貯蔵として利用することがある。最初から、貯蔵目的のために空洞を岩塩ドームを奪って作り、採掘した塩は副産物として、塩は食塩、化学工業用、道路の氷結防止などに利用する場合もある。 ハイウェイの雪を溶かすために、ドーム状に置かれた岩塩を貯めておくサイロのことも岩塩ドームと呼ぶことがある。この後の使用方法は厳密には正しくないが、このタイプのドームはモノリシックドームと呼ばれ、貯蔵庫として利用される。ありがとうございます。